日本女子代表監督の佐々木則夫です。サポーターがスタンドを埋めていただいて、すごく歓声もですね、印象に残ってます。私たちは本当日本代表のとしてですね、本当にこう日本の災害に大変な思いになっている、まあ、そんな中でも我々のサッカーからですね、日本の皆さんに最初優勝した瞬間はですね、もう本当みんなはゴールキーパーの海堀選手のところに集まっていましたけれども、まあ、僕自身は実際の全ての光景を眺めながら、あ、夢なのかなというような思いと、そして日本への皆さんがですね、喜んでくれてるんだろうなという思いをですね、ひしひしと天を仰いで感じていました。日本女子代表監督の佐々木則夫です。 FIFA 女子ワールドカップの私の思い出はこれです。